100年経とうが、こんなに長い間待ってるのに、巫女のお姉さんはまだ帰ってこないぞ。どうやらオイラたち、自分で肝試し大会の3周目をクリアするしかないみたいだ。今回の組み分けはどうする？旅人、パイモン、最後は僕が仲間になるよ。すべての人の中で、あの幽霊に会ったのは君たちだけだ。僕は君たちと一緒に真相を調査したい。うん、オイラは大丈夫だぞ。お前もいいよな。今はどうにも手がかりが少なすぎる。僕もまだ推測しかできない。少し調査したい場所があるから、後で一緒に見に行ってみよう。どこのことだ？まず、僕たちが初めて会った場所さ。君たちの話によれば、君たちはそこで幽霊と出会い、そして気絶した。多分そこには、まだ何か手がかりが残っていると思う。本当に行くのか？オイラたち、飛んで火にいる夏の虫に、彼女が僕たちを待ち伏せないか心配なのかい？僕にとってはその方が好都合さ。彼女が見つからないと悩んでいたところなんだ。そんなに簡単に出てきてくれるなら手間が省ける。ヒーゾー、お前肝が据わってるな。出会う事件が多ければ自然と怖くなくなるものさ。行こう。君たちが最初に幽霊に出会った場所はここだったはずだ。もちろんその女性が本当に幽霊なのかどうか僕はまだ疑ってる。全体を振り返りたいんだけど、その時彼女が何を言ったかまだ覚えてるかな？私に近づくべきじゃないって言ってた。それにオイラたちが離れなかったら魂をここにとどまらせるって。もうあの時のことは思い返したくないぜ。思い返すだけでまた体が震えてきたぞ。それで？それからオイラは目の前が暗くなって頭もフラフラしてきて、あちこちに火の玉がちらついてるのが見えたんだ。それに、なんだかあの幽霊の周りに黒い霧がまとわりついてる感じがして、それでオイラは気絶したんだぞ。なるほどね。その話だと確かに幽霊のたたりって感じがするね。ほら、平蔵だってそう思うだろ。もともと完全に否定してたわけじゃないよ。ただ彼女の正体よりも何がしたいかの方が気になるね。幽霊だとしても知性があるのなら何か切実な目的のために動いているはずだ。オイラたちの魂が欲しいんじゃないのか？そう言ってたぞ。それは多分ただの脅しでしょ。そうなのか？なんて言えばいいかな。もし僕に魂を取るなんて能力があるとすれば、何度も君たちに警告なんかしなくていい。それに
そんな秘密を持った誰かが辺りをうろつくことは許さないと思うな。それもそうだな。なんで思いつかなかったんだろう。今考えられる可能性は二つだけだと思う。まずは本当に君たちの魂を刈り取りたいけど、そのためには何らかの条件を満たさないといけない。いわゆる呪われた状態って可能性。でも、もし本当に君たちが呪われてるなら、きっと何らかの感覚があるはずでしょ？だから、この可能性は低い。僕が思うに、彼女はただそれを理由に君たちをビビらせて追い払いたかっただけだろうね。オイラたちを追い払って何をするつもりなんだ？待て！オイラ分かったぞ！オイラたちを危険させて肝試し大会の賞品を独り占めにしようとしてるんだろ！あ、そっか。そんなはずないよな。じゃあ、なんだろう。映像、何か思いつくか？君たちの話から考える限りじゃ、彼女には悪意がないように思うよ。ただ、ここにいてほしくないだけでね。でもこれだけじゃまだ何もわからない。常識的に推測すれば、彼女は何かの宝物を守ってる。それか、何かの事件を隠そうとしてる。でも、僕の勘がこの推測はどっちも正しくないって言ってるんだ。だから、まずは辺りを調査してみよう。何か手がかりはあった？オイラたち、枝が何かによって曲がってたのを見つけたぞ。それ以外は何もなかった。うん。僕も君たちと別れた後、辺りを探してみたんだけど、枝が何らかの負荷で曲がっていた他にも、焼かれた跡がある場所があった。けど、やっぱりそれだけじゃなんともね。もっと直接的な物証があればいいんだけど。こんにちは。邪魔してごめんね。一つ目小僧、それにヨウコとカッパまで、どうしたんだ？手がかりを探していると聞いてな。手伝おうと思ったのだ。へえ、勇気あるな。オイラたちも自信はないよ。さっき荒滝様の子分たちから詳細を聞いてきたけど、確かに怖い。そいつは絶対どこかの怖い悪霊か、膨大な妖力を持つ邪悪な大妖怪だ。どっちにしたってただものじゃない。でも三千花祭りを思うと、我らは昔から釜井様とお侍様の友情に憧れておった。この憧れがあったからこそ、人から受けた恩には三千花祭りで報いろうと思ったのだ。力に限りがあるからとて、このせっかく手に入れた友情に誇りをかぶせたくはない。三千花祭りとは、来る人に思う存分楽しんで帰ってもらう祭りのはずだ。鎮守の森は広いからね。調査の人手が増えてくれるのはいいことだ。じゃあ、君たちにも頼むよ。しっかり探してくれ。安心して。僕たち、ここには詳しいんだ。どんな手がかりだって見逃しはしないよ。
くれ。川の下流でこれを見つけた。これはなんだ？どうやら黒い布の切れ端のようだが、しかしこのような布見たことはないな。これは遮光布の切れ端だね。遮光布？うん、光を遮る効果が強くて、よく舞台などの場所に使われてる布だよ。切り口が結構荒いね。石とか木の枝で破かれたみたいだ。木の枝。例えば、とても大きな遮光布が木の上にかけてあったとしたら、木の枝はその重みでたわむ。遮光布を木から引っ張って落とそうとしたとき、どこかの端っこが枝に引っかかって破れ、黒い布の小さな切れ端が水の中に落ちた。気にしなかったというよりは、気にしてる暇がなかったんだろう。まだ彼女にはやらなければならないことがたくさんあったからね。じゃあなんで遮光布を木の上にかけたんだ？僕の推測だけど、もしかしたら君たちが味わった雰囲気を恋に演出するためかもね。まだ気にしないで。僕もまだ考えがまとまってないんだ。荒滝派の人たちが脅かされたって場所ももう一回調査しに行きたいんだけど、君たち道はわかるかな？僕道を知ってるよ。荒滝様の子分たちと話した時、幽霊にあった正確な場所を聞いたからさ、僕が連れて行くよ。じゃあよろしくね。さあ行ってみようか。辺りが突然暗くなって、それから鬼火がチラチラし始めたって聞いたよ。ん？なんだか身に覚えがあるぞ。それってオイラたちが見たのと一緒だよな。まずはこの辺りで前みたいに調査をしようか。やっぱり。木の下からひび割れた玉を拾ったよ。中は煙くて黒く焼かれてて、花火みたいな匂いもする。炎が残っておる痕跡から見て、そなたたちの見た鬼火は妖力によってできたものではなさそうだな。何かを模して作ったもの？私にもよくわからない。隣の石の割れ目に変な粉が。少し取ってクンクンしてみたら頭がフラフラしてきて、眠いよ。へっ。似たような恐ろしいこと。完全に片付けられていない痕跡。どうやら僕たちは真相にだいぶ近づいてきたみたいだね。今ほぼ確信できるのは、君たちが会ったその女性は幽霊なんかじゃないってことだ。彼女は不思議な力も持ってない。ただ前もって準備した小道具で人を脅かしてただけさ。小道具？そんなものでできるのか？オイラたちが見たやつは本当に怖かったんだぞ。まず肝試し大会の存在自体がここの雰囲気をますます恐ろしげにした。当時の君たちは業界の3人に脅かされたところだった。その上謎の女性に出会えば緊張するのは必然的なことでしょ。緊張のせいで呼吸は荒くなり、彼女があらかじめ撒いていた睡眠花粉を吸っちゃったせいでフラフラし始める。
その瞬間、彼女は遮光布をさっと抜き取って鬼火を燃やし、未知で恐怖の景色を作り出した。だいたいこんな感じかな。ということは、彼女の言動はただのハッタリだったのだな。おいらを騙すだなんて。でももう一つだけ問題がある。僕にこの件の調査を依頼した人は、確かに尋常じゃない力によって浜辺から抜け出せない状態だった。これはただの小細工でできることじゃない。でももし彼女にそんな力があるのなら、どうしてたくさんの小道具を用意する必要があったのかな。おいら頭が痛くなってきたぜ。そうか、森の中では小道具なしに人を脅かせないが、砂浜では不思議な力を駆使できる。なるほど、大体わかったよ。早っ。集団行動の可能性を除けば残るはただ一つ。君たちが会ったっていうその女性の正体がわかった。浜辺に行って確認しよう。我らも。いや、君たちには帰ってみんなに怖がらないように伝えてほしいんだ。もう時間を費やして林を調べる必要はないってね。真相はもう浮かび上がった。不要な恐怖心とはさよならして、肝試し大会の終わりを待つ時だ。わかった。じゃあ安全に気をつけて。何かあったら大声で僕たちを呼んで。絶対に聞こえるから。危ないことなんかないよ。でもありがとう。じゃあ行こうか。崖に沿って探してみよう。僕の推理が間違っていなければ、一箇所だけ土の違う場所があるはずだから。分かってたわ。やっぱりここまで探しに来たのね。出た！妖怪の仲間だと思ってたのに、あいつらはお前を見たことないって言ってたぞ。お前一体誰なんだ？なんでオイラたちを脅かすんだよ。言ったはずよ、話しかけるべきじゃないって。いい加減に離れないと。わあ、なんか怖いぞ。映像、今は小道具とかないよな。動かない方がいい。君のためにもね。そんな妖力じゃ僕たちを脅かすことはできないし、君の消滅を早めちゃうよ。妖力？なぜそのことを。物をよりどころに生まれる妖怪は、本体以外にも人の姿に化ける。本体の近くにいれば多少妖力を使えるけど、本体から離れすぎると力は衰えちゃうんだ。そして本体が壊れてしまったら、それをよりどころとして生まれた妖怪も消滅してしまう。物霊とでも言えばいいかな。それともつくも神の方がいいかい。ややこしいことはいいわ。自分の名前がある。羽生田千鶴よ。千鶴、なんでオイラたちに離れてほしかったんだ。お前も妖怪だったら、一つ目小僧たちの考えを理解できたはずだろ。それに一緒に秋津遊戯を遊んだ時も楽しかったぞ。なんだか物語に出てくる釜井様と侍になったみたいで。そう、だからこそ
からこそ君たちにもあんな悲しみを味わってほしくなかったの。悲しみ？どういう意味だ？妖怪たちから釜井様とモノノフが知り合うお話を聞いたわね。あの話、本当は続きがあるの。彼らの知らない続きがね。出会った時、モノノフはおよそ25だった。10年後、再会した二人はすぐにまた意気投合した。飲み、遊び、磨き合って、初めはただ気の合う仲間同士だった二人が互いを思い合う親友になった。そしてまた10年、モノノフの剣術は極まり、なんと試合に勝つことさえあった。釜井様は驚いて酒を断ち、修行をし、再戦に燃えていた。でも次の10年目、人は約束を守れなかった。南で起こった戦に駆り出されていたから。妖怪にとって10年など一瞬、釜井様は気にも留めなかった。けれど次の再会の時、釜井様は目を疑った。モノノフは弱い65で、傷だらけ、白髪だらけだった。おい小僧、まだ剣を握れるか？自分は年じゃ、もうそれには応えられん。こたびは別れを告げに参ったのだ。そうか、飽きつ羽遊びにもう一度付き合ってくれるか？それもよい。モノノフは全力を尽くしたけれど、衰えた体力のため早々に退場となった。釜井様は羽子板を置いてしばらく黙り込み、長いため息をついた。実に遺憾だ。実に楽しみという言葉から実に遺憾まで、たったの数十年、釜井様の要望が変わることはないのに、目の前にいる旧友は老け込んでいく。出会った時の喜びも、最後には遺憾という名の毒薬に変わってしまった。傍観者の方が冷静だというけれど、この一部始終を目撃した私は残酷なことに気づいたの。失望と悲しみは最初から起こる定めだった。私たちは人と寿命が異なれば性分も異なるけれど、同じ土地で生活している。お互い触れ合い惹かれ合って、それでも最後には別れが訪れるの。夢から目覚める時に残されるのは、とわの思念とどうしようもない苦痛だけ。見識の広い大妖怪でさえこうだったのよ。単純で善良な普通の妖怪たちが別れの時に味わう悲しみはいかほどか。だからお前はこの砂浜に身を潜め、最後の日が訪れる時を待っていた。彼らがたまたま秋津幽霊をここに置いたせいで、私は長い眠りから呼び覚まされたの。釜井様と人のモノノフの話を聞いたからといって、無限の期待と熱情を抱いたまま人と触れ合ってほしくなかった。だって二の前でしかないもの。だからあんなおかしなことをしてここに来る奴を脅かそうとしたのか。前浜辺に閉じ込められた人もいたらしいけど、あれもお前なのか？なんでそいつにだけそんなひどいことしたんだよ。私の力はもうだいぶ弱まっているわ。ほとんどは集めた道具で人を脅かすだけだったけれど、人が多い時は姿を現しにくくて。でもあいつは欲するものを貪り、悪ことを知らなかった。秋津幽霊の置物を盗み去り、高い値段で売ろうとした。だから妖力を使ってあいつを懲らしめたの。そうだったのか。お前って意外と正義感があるんだな。そういえばあ
の釜井様と侍の話、お前はどうやって後半の内容を知ったんだ？答えたくないならいいよ。僕には分かったからね。君の正体はこの羽子板だろ。羽子板？あ、まさか。数百年前、妖怪釜井と人間の侍が秋津羽遊びで使った羽子板。強い妖力の影響を受けて、そこに意識が芽生えたんだ。彼らの物語を一番近くで見届けたのは君だった。数百年の時が過ぎ、妖力による守りも虚しく、羽子板本体は朽ち果てる寸前。自身の存在すらまともに維持できない状態じゃ、小道具にでも頼らなくちゃ人を脅かせはしない。それから僕の推測が正しければ、この羽子板が三戦目の目標。まったくその通り。実に面白い推理じゃった。わっぱたち、肝試し大会三戦目の勝利、おめでとう。巫女、それに巫女のお姉さんまで。失踪したわけじゃなかったのか。ごめんなさい、八重様のご指示でして。どうじゃ、驚いてくれたか。恐怖が未知によるものであれば、局面も混乱すればするほどよい。そしてとうとう主催側の者までが謎の失踪を遂げる。これでこそ肝試し大会じゃ。やっぱりわざとオイラたちをビビらせたのかよ。瞳、まず戻って他の者に肝試し大会の終了を知らせよ。優勝者はもう決まった。真相もはっきりしたことだし、僕も依頼人に会いに行こうかな。窃盗未遂、確かにさほど重い罪じゃないけど、罰さないってわけにはいかないし。二人とも、じゃあね。そういえば、ミコ、羽子板を三戦目の目標として選んだってことは、千鶴のことを前から知ってたのか？ミコ、八重様、あなたは。とある年の三戦花祭り、わらわは狐西宮様の傍らで秋津羽遊びをなさっているのを眺めておって、あの時何時を目にしたんじゃ。当時は確か人の姿はなく、ただ意識を持っていただけじゃったがの。思い出した、あなたは狐西宮様の肩に乗っていらっしゃった。あの、先日わらわは浜辺で散歩していたんじゃが、この近くに懐かしい妖力を感じ取ったんじゃ。妖力はかすかなものじゃったが、何時を見つけた。何時は木の上に座って遠くにいる旅人を眺めておった。我慢しろ、人と関わるな、そう言って自らを戒めておる。小さな声が聞こえた。いつかしら。あなたに全く気づかなかった。何時はそこまで力が弱っておるんじゃ、気づく方がおかしい。本当はずっと自分を責めておったんじゃろ。何時は心の中で、釜井と侍は秋津羽遊びで知り合うたのじゃから、自分も関係がないとは言い切れぬ、と負い目に感じておった。当時私はまだこのように人になることはできなくて、ただ朦朧とした意識しかなくて、二人が三戦花祭りで知り合った時、私はとても誇らしかった。だって彼らの物語に姿を残せたんだもの。別れの後、釜井様はよくため息をつかれていたわ。私は心の中で自分を責め、こらえきれず隠れてしまった。そして再び目覚めた時、世界はすでに変わっていた。八重様、あなたは有名な大妖怪なのでしょう。私の知らないことをたくさん知っているはず。
一つ伺いたいわ。一つまた一つと出会いが増え、同じだけ別れが増える。束の間の時はあっという間に通り過ぎ、残るのは失望と辛さだけ。私たちと人との出会いに本当に意味があるのかしら。なぜないと思う？汝と旅人は共に秋津遊芸をしたんじゃろ。どんな感じじゃった？とても楽しかった。でも理性がそれを間違っておると言っておる。そうじゃな。じゃあが、汝の言う釜井と侍の話にはまだ続きがある。そんな、釜井様と人のものの不はもう二度と会わなかったはずよ。しかし話はそれで終わりではなかったんじゃ。侍の名は柳橋拓と、奴は騒乱一心流創始者というもう一つの身分を持っておった。奴はその剣術を釜井と切磋琢磨するうちに悟ったそうじゃ。そして三代目師範の富永正成も釜井と親しくなった。500年ほど前、釜井は富永と肩を並べて最後まで戦った。その時富永が使った刀は柳橋から伝わったものじゃった。釜井が抱えていた遺憾の思いはその時に消え失せたんじゃ。そうだったの。わらわたち妖怪は確かに人とは違う。わらわたちにとって人の寿命は短すぎる。最後にはいつも通りすがりのものとなってしまう。じゃが出会いによって生まれた縁西というものはそこで途絶えることはない。また新しい形で受け継がれていくんじゃ。戸惑うことはない。幸運矢のごとし。だからこそ見逃すことなく楽しむ。今の何時になら、わらわの言っていることがわかるじゃろ。おーい、サイコロたち。いっと、なんでここまで来たんだ。人々から事の経緯は聞いたぜ。それにお前がこの肝試し大会の最終決戦に勝ったってのもな。こいつの正体だって知ったぜ。だから俺様は他のやつと話し合って。ん？お前この間の狐女じゃねえか。なんでここにいるんだ。わらわのことは気にするでない。何を話し合ったんじゃ。よく聞け。肝試し大会の終了を祝って一緒に三千花祭りをやることにした。俺様は考えたんだ。妖怪たちの妖力だけじゃできねえかもしれねえが、俺様が参加すりゃ問題はねえ。俺様ある時天下百鬼の王イットがみんなを率いて最高の三千花祭りをやるぜ。さすが新滝様。おお、本当に大丈夫なのかよ。そりゃどういう意味だ。今回は俺様だけじゃなくて他のやつも手伝ってくれる。綾人の兄貴まで来てくれたぜ。今はみんな準備してる途中だが、もうちょっとすれば祭りの完成だ。お前らは遊ぶだけでいいぜ。祭りと言われれば、わらわが行かぬわけにも行くまい。ああ、祭りを回るのは久しぶりじゃ。出てくるときに酒を持ってきてよかったわ。イットのやつ、たまには頼れるじゃないか。ひひ、
り、うまいもの、オイラの出番だぜ。ええ、君たちさえ良ければ。祭りはもう始まってるみたいだぞ。早く行ってみようぜ。いった。それでゴロも何話してるんだ。ああ、時間さえありゃ絶対ここに超でっけえ釣り堀を作るんだがって言ってたところだ。釣り、渡爪島では直接水に潜って魚を捕まえていたな。魚を捕まえるより釣りの方が絶対楽しい。俺さんは釣りの達人だぜ。この前も超でっけえ魚が釣れて大きすぎて処理に困ったぐらいだぜ。それで八重堂にまで手紙を書いたんだ。そんな悩みがあるなんて。そんなにでっかいやつなのか。なんで教えてくれなかったんだよ。オイラが食べてやったのに。ん？八重堂に手紙？そうだ、俺様は月刊漢字に投稿してひなさんに相談したんだ。ひなさんってのは本当に優しい人で、すぐに返事をよこしてくれた。奇遇だな。俺も普段そこで副業をしてるんだが、この間たまたま似たような悩みを受けた。ん？超でっけえ魚が釣れたって悩みか？まさか、まさか釣りで俺様と互角に渡り合えるやつが存在するってことなのか？ダメだ、こうしてる場合じゃねえ。お前ら先に祭りを回れ。今日はもっとでっかいやつを釣られと。釣れたら魚の宴をごちそうしてやるよ。あとちょっと、紐が切れちゃった。難しいな。よいみや姉さん、本当にヨーヨーって釣れるの？心配しんとき、うちの秘訣を伝授したろ。見抜いて素早く、これに限るで。ヨーヨー釣り、娯楽小説で読んだことあるぞ。試してみ、片っぽの目一つ閉じてちょんと見定めたら、うまい具合に素早く釣るんや。見るからに難しそうだぞ。旅人にやらせよう。オイラたち3人いるから少なくとも3つ釣ってくれないとだぞ。でもよいみや姉さん、僕が目を一つ閉じると何にも見えなくなるよ。ラーメン美味しい。そうですね、久しぶりにいただきました。あ、彩香は普段ラーメンをあまり食べないのか。あんなに美味しいのに。あ、あなたたちでしたか。すみません、ラーメン2つ追加でお願いいたします。脂っこく塩分も多いからと、周りに食べる機会を制限されてしまうのです。ラーメンも鍋も普段はいただきません。大変ね。うんうん、だから彩香はケーキを鍋に入れたんだな。はあ、それは忘れてください。ふう、お腹いっぱい、少し眠い、せつ少し寝る。そういえば昔の妖怪たちの祭りには何か特別な出店はありましたか？話せば長くなるけど、
一つも釣れなかったなんて、お前の腕も落ちたな。まあ最後は千鶴が一つ釣ったけどな。それも一つ目小僧にあげちゃって。欲しそうに見えたからオイラも欲しいぞ。じゃあ今度もう一つ釣ってあげる。やった。旦那、これはいつもと比べて高すぎるでしょ。祭りだからってそんなに値段を釣り上げない方がいいよ。露店を出すのにもお金がかかるんだ。ちょっとばかし高く売らなきゃ元が取れない。じゃあお面を5つ買うから3割引きしてくれるってのはどう？ダメなら今回はいいや。はいはい。暑い、干からびそう。そんなに近づかず、もっと後ろに行った方が良いでござる。わかってるけど、普段はこんなに綺麗なかがり火を見ることないもん。一番近くで見ていたい。この世には美しき風景が山ほどある。そう焦らずとも、祭りはまだ長い。まさか妹子にまで教えていなかったとは。あの様子じゃさぞ驚かせたじゃろう。ここで何が起こったのか事前に教えると面白くなくなってしまいますから。友人がそばにいるのですから、怖すぎるということもないでしょう。少しばかりびっくりする方が、あの子も普段溜め込んでいる緊張を緩められていい。今回の計画は実に順調じゃったの。何も知らぬ者たちが慌てふためくのを見るのは実に愉快じゃ。それは私も同感です。ミコ、アヤト、お前らの笑いって怖いぞ。うん、祭りを回り終えたのか。では楽しかったか。本物の三千花祭りは今よりも100倍にぎやかじゃった。でも何時らが言っても今ほどは楽しくないかもしれん。友人と回る祭りの方が楽しい。そうじゃろ。ええ、ありがとう。ほれ、わっぱに何か言いたいことがあるのじゃろ。もう邪魔しないでおこう。そうなのか。なんだなんだ。また見抜かれるとは、何でもお分かりのような気がする。何でも分かるのではない。ただ、わらわにもそんな経験があっただけのことじゃ。旅人、今、時間はあるかしら。ちょっと、浜辺で二人きりで話したいの。別れもまた祭りの一部ですね。別れのない宴などないからの。裏臭い様のような大妖怪になりたい。さすれば本物の三千花祭りを作り出せる。少し休ませてくれ。楽しかったでござるか。一緒に何か食べに行かぬか。たくさん買っちゃったな。帰ったら整理しないと。変だな、魚はみんなどこへ行ったんだ。そう硬くなるな。場所を変えてみよう。あとちょっと。だんだんコツつかめてきたんちゃ。
もうちょい頑張れ。ラーメン一杯だけなら体臭は変わらないはず。ここにしましょう。ありがとう、付き合ってくれて。実はね、初めて自分が人に化けられるって分かった時、すっごく嬉しかった。羽子板の化けた妖怪は祭りから生まれた妖怪だもの。生まれつき賑やかさが好きだった。祭りに参加したかったし、人と友達になりたかった。他の人と秋津遊芸を楽しみたかった。でも夜が更けて人が寝静まる頃、思い出してしまうの。老いた者の符が羽子板を置いた時の苦笑いや、孤独な釜井様が酒を飲みながらため息をつく様子を考えたわ。もし私が人と友達になったら、将来あの方と同じような悲しい表情を浮かべることになるんじゃないかって。だからいけないと思った。絶対に同じ悲劇を繰り返してはいけないって自分に言い聞かせたの。ごめんなさい、初対面の時からわけのわからない話をして驚かせたでしょ。君はびっくりして逃げるかと思ったのに、二回目に会った時は何事もなかったような顔をしていた。妖怪たちの仲間だと勘違いされてるのが分かっていたのに、そこには触れず君と秋津遊芸を遊んだ。そうね、私もよくわからないわ。でも多分私はずっと釜井様のように人と秋津遊芸を遊びたかったから。自分の残り時間が少ないって分かってたから、きっとこのまま孤独に去りたくなかったんだと思う。とにかく一緒に遊んでくれてありがとう。この前の秋津遊芸、パイモンちゃんは負けた人に自分の願いを一つ叶えてもらうって言ったわね。あの時私が願ったことは、もう二度と私の前に現れないでってことだった。結局あなたたちは私を見つけ出したから願いは叶わなかったわ。だからもう一つ新しい願いを言ってもいいかしら。そうね、じゃあ私を覚えていてほしい。いいえ、一つだけならこれはやめておきましょう。よく聞いて、私の願いは、今後も君の旅路が祭りのように楽しいものでありますように。花火が空に上がるたんびにいっつも思うね。
またあっという間に一年が過ぎてしもたなーって。人の命も一年また一年の中で知らず知らず最後に向かってる。でもうちはこれが悲しいことやとは思わへんよ。花火はパッと消えてしまうけど、情は一生もんやもん。あ、先ほど千鶴さんから昔の三千花祭りのことをお聞きして、また今度改めてお話を伺いたいと思ったばかりですのに、まさかこんなに早くお別れすることになるなんて。アヤトから肝試し大会開催の相談があったとき、これは千鶴の心残りを取り去ってやれる良い方法だと思ったんじゃ。あやつがまだ人の形を持たず、ほんのわずかな意識のみじゃった時に経験した初めてのことが、かまいたちと侍の別れであった。この一件は、とてつもなく重い影をあやつの心に残した。道理を語るだけで納得するはずもない。一番の特効薬は、人と関わることじゃと、わらわは考えた。悲しむことはない。あやつは去るとき、とても楽しんでおったはずじゃと思うぞ。この度の肝試し大会、楽しめましたか？妖怪たちの思いに気づいたとき、最初は彼らのことを公にすれば、おのずと直したってやってくる人もいようかと思いましたが、よく考えて、かえってあだとなるかもしれないと思い直しました。もし初めから三千花祭りなどという名を出していれば、人々の期待は彼らが満足できないところまで高まったでしょう。それで肝試し大会の名を借りて観客を送り込み、あとは彼ら自身の努力に任せてみるのもいいと思いました。彼らの存在もまた肝試し大会に新しい楽しみを増やしてくれましたしね。カズハ、最近は忙しくないかい？ある事件を君と一緒に調査したいんだけど。何か面倒事でも？面倒ってほどじゃないよ。ただ昔の事件だから手がかりは結構消えちゃってるかな。でも君の自然に対する感知能力があれば、もしかしたら新しい発見があるかもしれないと思ってさ。良いでござるよ。祭りが終わった後しばらく残っておくゆえ、共に参ろう。やった、ありがとう。礼には及ばぬ。お気に召さるな。寿命とか別れとか、俺様はそういうのよくわかんねえけどさ、俺様はお前らに会ったことを後悔しちゃいないぜ。千鶴さんの話を聞いたが、本当に悲しい話だな。戦場も同じだ。いつか友と永遠に別れることになる。だからこそ今の時間を大切にしないとな。若が肝試し大会が始まる前に全てを手配なさったんだと思うけど、今回ばかりは驚かされたな。でも思い返してみるとすごく楽しかった。